本日初参加いただきましたかけっち FC の皆さんです。こんにちは。イエーイ。はーい、こんにちは。はい、じゃあ元気なチームをまとめるキャプテンということで 何個か質問させていただきます、はい、みんなはどういったメンバーで構成されたチームなんでしょうか。みんなはですね、はい、まあ、低いですね声がね、まあ、はい、高校で、はい、集まったチームです。サッカー部です、はい、ありがとうございます。サッカー部ということでみんなもねユニフォーム揃ってね、かっこいいね。はい、それでは今回かけっち FC というチーム名の由来をぜひ聞きたいんですけれども、はい、ですね、その高校のサッカー部の監督の名が掛川雄二っていう、はい、あ、なるほど、そこからかけっちとかけっちということで、はい、なるほど、いいチーム名ですね、はい、じゃあここまで試合やってきていただいて、はい、感想キャプテンどうでしょうか。あ、結構情熱的で、はい、結構いいと思います。 いい感じ、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ最後ね、決勝戦残ってると思うんですけれども、ぜひ最後目標お聞かせください。目標ですか。まあ無失点でまた色々得点寝かしたいと思います。じゃあ優勝ということで、はい、じゃあ優勝ね、はい、優勝ね、はい、はい、じゃあみんな最後頑張ってください。かけっち FC の皆さんでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。イエーイ。はーい、はい、サンキュー。